本日のこの激励会総合司会を担当いたします、私立石裕樹と申します。よろしくお願いいたします。一度拍手を送りください。2015アルビレックス新潟の主役たちです。今年も、フロント、それから選手、そしてまた、我々後援会サポーターの皆さん、県民も挙げてですね、一丸となってより上位に目指してですね、頑張っていただきたいなというふうに思っております。贈呈していただきましたのは亀田製菓株式会社経理部長田辺真理様でした。ありがとうございました。ご登壇いただきましたのは株式会社 NTT ドコモ新潟支店企画総務部長高橋淳様よりご贈呈をいただきました。ありがとうございます。ご登壇いただきましたのは札幌ビール株式会社関信越本部新潟統括支社、新潟統括支社長田島渡様でした。ありがとうございました。ご登壇いただきましたのは新潟信用金庫常務理事小松茂樹様よりご贈呈いただきました。ありがとうございました。今年はもちろんタイトル獲得という目標を掲げて、柳下監督のもと選手たちと一緒にタイトルをつかみたいと思っております。目標は高いですけども、いい選手が補強できました。また皆さんの力を借りながら、ぜひ今シーズンの目標であるタイトル獲得を目指してまいりたいと思います。今シーズン1年間、これから始まりますけれども、ぜひ皆さんの力強い応援よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございます。今年後援会の皆さん、サポーターの皆さんが一丸となって、私たちも新潟市聖籠町ホームタウンとしてできることを最大限やってまいりたいと思います。今年はアルビレックスで1年大いに盛り上がりましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。去年も実は呼んでいただいてちょっと来れなかったんですけども、今年はやってまいりました。平ちゃんです。よろしくお願いします。大井健太郎選手、キャンプのことを考えたら今からゲロ吐きそうです。黒川隆也選手、キャンプ今年で16回目ですけど、はい、あと何回できるか分からないので一生懸命やっていきたいなと思います。川口直樹選手、今年は本当に自分自身としても勝負の年だと思ってますし、出れるか出れないかで、オリンピックとかにもつながってくると思うので本当に頑張りたいと思います。平松修選手です。プロなるんだったらアルビって決めてたので、とても嬉しいです。レオシルバ選手、明けましておめでとうございます。ベストイレブンに選ばれました。おめでとうございます。ありがとうございます。ラファエルシルバ選手、やはりタイトルを取るということが目標にだと思いますし、そのために今シーズンはしっかり頑張ってやっていきたいなというふうに思っています。田中達也選手、背番号が、はい、変わったんですよね。はい、変わりました。何番に？14番です。新潟に入団するときに、はい、本当は14番が良かったんですけど、はい、小塚という新人に取られてて毎年それを小塚に去年もですけど言ってたんですよ。はいはい、そしたら今回、タイミングが合いまして、はい、つけさせていただくことになりました。山本浩介選手、そうですね、僕自身のプレーには全く満足してなかったので、今季こそはもっといいプレーができればいいなと思います。小泉圭選手です。自分の中でまだちょっと全然満足いってない感じですか？
そうですね、はい、まだできるぞと、まだまだできるぞと、はい。小林祐希選手、アルビに来て、はい、まあ、厳しいキャンプから始まって、うん、まあ、自分ちょっと離脱しちゃったんですけど、はい、まあ、最後の方はこうゲームに絡めて、はい、まあ、良かったと言えるシーズンじゃないのかなと思いますけど。山崎亮平選手、まあ、常にゴールに向かうプレーをして、まあ、どんどん勝負してチームを勝たせられるような選手になれればいいかなと思って頑張ります。ぜひ試合会場にも足を運んでいただき、選手たちにご声援をいただければと思います。どうもありがとうございました。サポーターの皆さんとともにチーム一丸となって戦っていきたいと思っています。今年も熱い戦よろしくお願いします。ありがとうございます。今シーズンもオフィシャルパートナーであるアディダスが契約する日本代表などで採用されている機能を搭載した世界基準モデルのユニフォームを着用します。身にまとっているのは今シーズンのアルビレックス新潟オフィシャルスーツです。このスーツを提供いただきますのは長岡市の堺商事株式会社様です。地元新潟の伝統ある企業がアルビレックス新潟を支える一員に加わってくださいました。鳴岡翔選手、多分鳴岡選手が怪我なしで乗り越えた時にはチームもある程度こういい位置に行ってる可能性が高いのかなという気もするんですけど、まあ、そうなるようにチームのために頑張ります。坂井剛尊選手、1年目で張り切って入って、うん、結局怪我であんまりやってないっていうのでちょっと悔しいですね。かなり悶々としてたでしょ。そうですね、もうサッカーやりたくてという、はい、気持ちだけ多分前に行ってました。松原健選手です。もう松原選手があのサイドの人ってあの自分がこうドリブルで持っていったりとか上がっていってクロスがいいとこに上がってスタジアムが盛り上がる瞬間ってたまらんでしょ。あんまりいいボールが上がってないんであんまり覚えてないんですけどでも今年はそれが盛り上がるように頑張っていきたいと思います、はい、期待したいと思います。ありがとうございます。加藤正美選手、まあ、激しいポジション争いになると思うんですけど、はいはいはい、まあ、自分はレギュラーダッシュを目標にやっていきたいと思います。大野和成選手、やっぱり試合に出て活躍したいんで、まあ、それが一番の目標です。まずはやっぱりみんなこうサッカー選手ですからね、試合に出てという。前野孝則選手、まあ、本当に、タイトル優勝を目指してやりたいと思いますし、皆さんと喜びを分かち合えるような一年にしたいと思います。よろしくお願いします。川上五郎選手です。タイトル取れるように全力尽くして頑張りたいと思いますので、亀田製菓のハッピーターンのように愛してもらえる選手になります。よろしくお願いします。森田達也選手、何としてもタイトル取りたいなっていうのはあるんで、また今シーズンも一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。お願いします。鈴木武蔵選手、フォワードなんでやっぱ2桁得点取って、まあ皆さんがまあ王っていうような、まあいいプレーをまあどんどんできたらいいかなっていうふうに思います。トンチフン選手、まあ、まず目標としては試合に出ることですね。まあ、激しいポジションの争いになるかと思いますが、まあ、頑張っていきたいと思います。イブスキー広志選手、まずはやっぱりチームとして1試合1試合大事にして、まあ、全力で全ての試合勝ちにこだわってやっていきたいですね。でその結果、まあ、タイトルってものを取りたいと思います。マイケル・ジェームズ選手、そうですね、みんなと一緒でやっぱチームで ACL とタイトルを取りたいと思います。何か一つタイトルを取る、そして ACL 出場権を獲得するということを、祈願してきました。今ここで頑張らずにいつ頑張るという精神で今シーズン、チーム一丸となって戦っていきます。今シーズンも、サポートよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。